藤川さんと、金沢さんに対する、法的請求の、続報ということで、やっていきたいと思っています。まず進捗状況の方なんですが、先週末に郵便局の方からこちらが届きまして、見えますかね、8月15日、先週の木曜日ですかね、木曜日、両名の方に、こちらの内容証明郵便を発送しましたということで、投函が届いております。ただですね、今日の時点でですね、配達が何日にありましたという、その配達証明に関しての文書はまだ郵便局からは届いていないという状況です。ですので、今進捗状況としてはこんな感じですかね。まだ到達日不明なので、木曜日速達で出しておりますので、普通で考えれば、もう金曜日ないしは土曜日、遅くても今日にはほぼ間違いなく届いているとは思うんですが、そちらのがまだ確認できないので、到達日はまだ0日間ということにしてあります。で、本日確認した段階では、ホームページの方に、両名とも、謝罪の方は確認できず、あとは、金沢さんのチャンネルの方の動画の削除、こちらについても、確認はできずという状況になっています。この点についてはですね、また引き続き、状況の方ありましたらまた報告させていただきたいと思っております。あと今日はですね、非常にですね、前回の動画を受けてですね、数百件単位での、コメントをいただきました。非常に賛否両論あったところに、なりますが、私としてはですね、その政治家ないしはその政治に深く関わる方の発言というのはやはり非常に、重いというふうに考えておりますので、もし適切でないものがあれば適切な形に是正することが必要ではないかという考えに基づいて今回の請求を行っております。で、いろんな評価とともに、たくさん質問も来たんですが、特に今回はですね、名誉毀損の性否に、関連しそうな、質問について、皆様も興味があるところかと思いましたので、こちらの方を、短めですが解説いたします。先々訴訟になる可能性がある案件ではありますので、一応現時点で、皆様の方にお話しできる範囲でということにはなりますので、その点あらかじめご了承いただければと思います。まず、一つ目なんですけど、公職の候補者の論評で、名誉毀損がそもそも成立するんじゃないですか、ないんですか、するのかという質問めちゃくちゃいただきました。これですね、多分論点がたくさんあると思いますので、ちょっと分けてお話をさせていただきます。一つ目、このことを指摘している人もいました。名誉毀損の方にはですね、いわゆる例外規定みたいなのがありまして、230条の2、第3項というものなんですけども、ただし公選の公務員の候補者に対しては真実性の証明があれば、罪は成立しませんということで、いわゆるですね、公選の公務員の候補者については、いわゆる公共性と、公益目的、この2つの要件は、いりませんよと、真実性の証明だけあれば、十分ですよという例外規定です。これをもってですね、今回、当たらないんじゃないかという話、あるんですけど、まず後で話すように今回真実性の証明できるんですかねっていうのが一つあります。あとですね、これ今回実は私は、この230条の2第3項の、候補者には該当しません
確かに都知事選の候補者ではあったんですが、こちらの候補者の解釈としては、過去に候補者であったものは含まれないという、解釈に通常なっています。で、今回名誉毀損行為があったのは7月22日なので、すで、に都知事選が終わった後ということなので、そもそもこの条文には当たらないということが1点あります。次、2つ目なんですが、これも結構ありましたね。本件が要は、論評なんだから名誉毀損に当たらないんじゃないのっていうことなんですが、これですね、前も動画で説明したんですけど、名誉毀損に関しては、論評型と事実適時型というものの2つの類型が存在します。まあ、具体例を挙げると分かりやすいんですが、論評型は、あいつは政治家に向いてない、まあ、要はその評価を言ってるのが論評型です。対して、事実適時型とはまさに、今回その通りそのものなんですが、本来よいしょこっちに来るはずの票が全部別候補者に流れた。まあ、これってね、評価じゃなくて、票が別候補者に流れたという事実を適時してますよね。なので、今回は事実適時型になりますし、この場合、相手方において、このことを真実であると証明する必要があるということになります。で、3つ目なんですが、この話が、何か社会的評価を低下させるんですかっていう質問も結構ありました。まあ、これはね、でも、結構わかりやすくて、要は全部、本来石丸伸二さんに行く票だったという事実の適時は、石丸幸人には、民意がないと言っているのとまさに同じ意味ですよね。そうすると、社会的評価の低下は、まあ、これは明明白々と言っていいんではないかなというレベルかと思いますので、こちらに関しては明らかに社会的評価の低下を招く発言かなというふうに考えております。次これですね。これも、前の動画でも何度かご説明させていただいたんですけど、相変わらず多いです。この名字だけの票は何票だったんですかっていうのと、名字だけの票が半分半分になってしまうのはおかしくないですかという質問です。これはいずれも、はっきりしてまして、今回名字のみの票は約2600票になってます。で、これも何度も説明したんですが、両方の石丸候補で半分になるんではなくて、おのおのの候補が取った得票数に応じて半分することになります。で、今回、この2600票がどのように安分されたかというと、石丸伸二さんに2470票で、私の方に130票ということなので、この件はまあほぼほぼ解決してますし、これが得票結果にさほど大きな影響を与えていないというのは、まあ、数字をご覧になればお分かりかと思います。で、問題はここじゃないんです。ここではなくて、今回問題になっている発言は、この名字のみの安分票以外で、投票したい人がどっちの石丸か分からずに間違って、私の方に投票してしまったとか、そもそも石丸伸二さんに投票しようと思ってたけど、書き間違いで私の方に投票してしまった。まあ、他のパターンもいくつかあるのかもしれないんですが、大きく分けると、まあ、この2つ、特に1番ですよね。これが、私の得票数の全部ですとおっしゃってるんで、このことを証明しなければいけないということに今回なります。まあ、
というふうに、考えますと、このことを、証明するのは、なかなか、まあ、容易ではないんではないかというふうに私の方では考えている次第になります。本日は以上となります。